はい、こんにちは、くんです。今日はバトルフィールドハードラインの、アップデートがかなり大きなアップデートがあったので、それを解説していこうと思います。スナイパーに関してですね、解説しようと思います。スナイパー、AWM というか全てのスナイパーなんですけど、マグナム弾がね非常に強くなりました。以前は 25m まで即死だったんですけど、なんとなんと倍の 50m 即死になって、相当砂が強くなってます。そして試してやってみましょうか。その 50m っていうのがね、ちょっと言っても、まあ、現実世界じゃないし、どんなもんやっていうのがわからないと思うんで、と狙ってみると、ここからチャーリーまで 45m なんですよね。で、あそこに跳ねてるのが、45m、これ打ったらやれるんですね、一撃で。相当強くなってます。バトルフィールドシリーズでも結構砂が冷遇される傾向があったんですけど、かなりね砂が強くなったという、紙パッチが当たってます。まあ、おすすめは AWM でマグナム弾使った方がいいかなって感じしますね。最長なので、これじゃなくてもうちょっと遠くか、リーダーちょっとだけ下がれる。はい、ありがとう。だそうだね、あ、そこでいい。ここ 49m、 ここまでは一撃してやれるという感じの距離になりますんで、多分サバがスナイパーだらけになると思いますけど、皆さん頑張ってください。そして、スナイパーのおすすめの武器としてもう一つあるのが、近接戦がね、アサルトより強いです。サブマシンガンよりも強いです。マック10、もうめちゃくちゃ強いです。まあ、ちょっとやってみましょうか、試しに。で、ギネイタ、まあ、このくらいの距離だったら腰ダメでこうやってやれるっていう。ハンドガンより一瞬でやれるんですよ、割と。このくらいの距離だったらちょっと時間かかるけど、もうほんと、近接戦だったら一瞬ですね。もう一回湧いてもらいましょうか。ただ、弾がそんな多くないのであんまり無駄打ちはできない。ただ、このくらいの距離だったら、まあ、一瞬ですね。もう一瞬、軽点ぐらい、かなり一瞬で解けるので、まあ、遠距離は、まあ、スナイパーをして、近距離はハンドガンで仕留めるっていった戦い方が非常に強いかなと思います。そしてもう一個、これはスナイパーに全く関係ないんですけど、アサルトが非常に微妙な感じになりました。 M416 が横ブレが大きくなって、反動も大きくなって、 M16 は初段反動が大きくなって、で AKM だけ、特に何も変わらずと。ちょっと分かるかどうか分かんないんですけど、打ってみたらちょっと分かるんですよね。このスタビーヘビバレーやると結構ほら拡散するんですよ。まあ、やれるんですよ。壁打ったらよくわかるんですけど、前はもっともう一点に集中してたのがかなり拡散するようになってるんで、ちょっとスナイパーが相対的に強くなったのかなというふうなパッチでした。ということで、パッチの検証というか、ちょっと報告というかを終わりたいと思います。はい、リュウニーありがとうね。はい、